全日本無産青年同盟は、1920年代、昭和初期に活動した合法的左翼青年組織である。略称を無碧。1925年9月18日、全国水平社青年同盟2周年大会で、組織解体、全国水平社無産者同盟創立、全国無産青年同盟参加を、決定、11月1日には、 東京無産青年同盟創立大会が開催されるなど、この頃左翼青年運動の全国組織結成の機運が高まり、各地で地方組織の結成が進められていた。10月8日に発足した全日本無産青年同盟全国準備委員会は、共同印刷葬儀、日本楽器葬儀、木崎、村小作葬儀など、この時期の労働運動や農民運動に、 積極的に参加した。1926年8月1日、大阪市中央公会堂において創立大会が開かれ、日本労働組合協議会の青年活動家を中心に、全国水平社、日本農民組合、大学の社会科学研究会の青年を結集して結成された。結成時の委員長は片山久志無ムは、 1925年7月に再建された、非合法,法化の日本共産青年同盟によって指導されていた。本同盟は、労働青年大衆の政治的経済的及び、社会的利益の獲得に努力し、その生活の向上を、期するなどの考量を持ち、労働農民党を支持、兵役短縮、満期後の就職要求、満18歳以上の選挙権、非選挙権獲得などの、 活動を行った。最高時で同盟員数は1万人余りと言われる。1927年10月15日、中央機関紙、青年新聞を創刊同年11月20日、第2回大会開催。1928年4月10日、3.15、事件による弾圧の一環として、労働農民党、日本労働組合評議会とともに、 地合警察法に基づく、決社禁止処分を受け、解散させられた。その後、再建活動が続いたが、非合法組織拡大強化、合法組織不要への方針転換により、打ち切られた。ありがとうございます。